ちます。真夏です。お杉です。ということでね。あれ？今日は何か？何？どうしたの？山本勘介、ただいま生還いたしましたということでね、山本勘介になりきってますけども、今日、ここに来たのは流行りのね、風林火山をやろうかなと、はい、やってしまいましょうよ。こういうのが出てたんですよ、こういうのが。こう知りますか、小林さん、はいはいはいね、観光案内所で、あと上田市のホームページも風林火山一色ですから、これね、今日ここを巡ってみようと。なるほど。そうじゃな、勘助、戦いには馬が必要だ。そうじゃ、速い馬が必要じゃ。速い馬が必要じゃの。今日、速い馬を用意してきたから、これだ。これ自分次第？これ自分次第じゃん。見たか、27の橋。わしの馬が早速やらかしたな。わしの馬が。これほんと片目しか見えんわ。行くぞ。はい、おい。で、今戻ってきて、そのまま戻ってきて。ダメだこれ。行きますか。ね。ということで、風林火山企画。いよいよ行きますけど。はい。生島楽しみ神社に着きましたけど、あのナビゲーターやしてくれる、はい、こんにちは、こんにちは、見た目もうじき40歳おでん屋です。竹内さんですね、噂の。今日はあのこちらがね、何でしたっけ。こちらが、武田信玄の、武将が、川中島の戦いに時に、信玄に対してこう忠誠を誓った飛翔門っていうのがあるところですね。ちょうどここ神楽殿っていうところで、あのちょうどこれの能の舞台っていうか舞台なんですよ、これ自体が本当は。で、そこに今飾ってあるような状態です。そのステージの前で今稲山高木は漢方っくりを修理してる、馬の蹄を修理してる。27歳。カンスケ行くよ。上方様、早く行ってください。すごかったですね。すごかで、何やってたの。やっぱね、馬はちょっと坂苦手だから。東品川の武将の連絡が素晴らしかったね。あのデザインが全然歴史と関係ないことだけど、カラスさんに感動しちゃった。カラスね、カラス文字ね、カラス文字見てもらえばわかりますよ。ここはどこですか。あれ撮る。あ、看板があったんだ。看板があるんで、ここで村上さん家の吉清さんと武田さん家の信玄さん、ハルトムさんが喧嘩したと。ここで、うん、対マンですね。対マン。ここで一回確認しとくね。これステッカー貼れっかな。貼られそうだね。お、文17年、清宮寺で信濃公約を進めた武田信玄と砂木町の勝利を本拠とする中宮式をが武力衝突したのが上田原合戦ですと。で、その場所がこの、まあ、この辺なんだね。この辺なんですね。これこれって大丈夫なの。これわざとかな。何がすか。いや、なんかクローバーをね、クローバーを栽培するために一日中探してやろうかと、ね、四つ葉、四つ葉のね、この辺でディアーっていうのが騎馬隊とかが多分、あ、これね、活躍してたんじゃねえか。お、再現してくれるのか。言っとくけど、これあれじゃん、もう両手塞がってんじゃん、戦い前。こんな、こんな騎馬隊嫌だな。スピード対決。すごい、旗がもう風林火山一色だからね。ほんとじゃん。わからな
ない人にとっては何のこっちゃいのことだよね。じゃあ今地域ものだからって、この辺が一番来てるから、この辺が、あ、この辺がね、一番来てる。風林火山、風林火山、普通だくろこれ？これ？あ、これ？え？この奥の。そうそう。